比叡八幡神社は八幡の山王さんと親しまれてきました。そしてここには秋田県内でただ一つという建物があるんです。この橋にもどこかで見たようなものが彫られていますね。三猿、そう、日光東照宮の左甚五郎のものはあまりにも有名です。こちらにもありますね。ことわざの見ざる言わざる聞かざるを表しているそうです。そもそも比叡八幡神社は秋田城主の佐竹氏の信仰も厚く総鎮守でした。平安時代にはすでにありましたが、この建物はおよそ220年以上前に建立されたものです。内陣の彫刻が素晴らしいでしょ。その精密さから秋田の日光廟という人もいるそうです。参拝するだけではなく、ぐるりと回ってみるのをおすすめします。秋田でただ一つの建物というのはこの三重の塔です。今から300年前、ある豪商がお父さんの菩提供養のために建立したというのですから、よほどのお金持ちであり信心深く親孝行だったんですね。春には桜の名所としても知られています。朱塗りの三重の塔と満開の桜、なかなか素敵な構図だと思いませんか？